UAC8、UAC2 を MacOS 10環境においてオーディオインターフェースとしてセットアップする方法をご紹介します。今回は UAC8 を使用して説明します。基本操作手順は UAC2 も同じです。はじめにドライバーをインストールします。ドライバーインストール時はコンピューターと UAC8 を USB 接続しない状態で行います。 Zoom のウェブサイトからドライバーをダウンロードします。 ZIP 形式の圧縮ファイルは必ず展開します。ドライバーをインストールします。インストールが完了してもコンピューターはまだ再起動させません。 MacOS X の Apple メニュー、システム環境設定、セキュリティとプライバシーを確認し、ブロックを許可します。ブロックのメッセージは約30分経過すると自動的に非表示になるようです。非表示になってしまった場合はダウンロードファイル内のアンインストーラーを実行してコンピューターを再起動後ドライバーを再インストールします。ブロックのメッセージが表示されましたら許可します。ブロックを許可しドライバーのインストールが完了したらコンピューターを再起動します。UAC8 の電源がオフの状態で UAC8 本体背面のクラスコンプライアントモードのスイッチがオフになっていることを確認します。 UAC8 の付属の AC アダプターを接続します。 UAC2 の場合は AC アダプターを接続しなくても USB バスパワーで動作します。コンピューターと UAC8 を付属の USB ケーブルで接続し UAC8 の電源をオンにします。MacOS X のファインダーメニューバーの移動ユーティリティを開き、オーディオMIDI設定を開きます。オーディオMIDI設定のオーディオ装置に表示される UAC8 をクリックして選択した後、キーボードのコントロールキーを押さえながらクリックして、このサウンド入力装置を使用、このサウンド出力装置を使用をクリックします。仮に UAC8 が表示されていない場合はドライバーを再インストールします。これで UAC8 はオーディオインターフェースとして動作します。 UAC8 は最大18イン20アウト、 UAC2 は2イン2アウトのオーディオインターフェースとして動作できます。アプリケーションのミックスエフェクツで UAC8、UAC2 の内部にあるミキサーの設定を行うことができます。ミックスエフェクツは Zoom のウェブサイトからダウンロードできます。合わせて PDF 形式のミックスエフェクツリファレンスガイドもご参照ください。ご使用のアプリケーションの入出力設定と合わせて UAC8、UAC2 のオーディオインターフェースの動作をご確認ください。